王様ゲーム。イエーイ。アキッサ、ルールの説明を頼む。オーケー。ここに1から7番の数字と王と書かれたくじがあります。この王様のくじを引いた人は他の番号を引いた人に命令ができます。例えば1番が王の肩を揉むとか、2番が3番に疾病するとか。そして王様の命令は絶対。それじゃあ始めるぞ。よし、お前ら覚悟はいいか。うん。行くぞ、せーの、王様タイム。かっしゃそれじゃあ命令だ。そうだな、5番と6番が鉄人に好きです、付き合ってくださいと告ってこい。貴様なって命令するんだ。そんなことしたら完全に誤解されるじゃないか。不明よな。ダメよアキ、さっき自分で説明したばかりでしょ。そうだよ、2人とも王様の命令は絶対だ。いってらっしゃい。2回戦いくぞ。イエーイ。せーの、王様のターンだ。あ、僕だね。それじゃあ2番が4番のほっぺに銃で。本当ですか。あきひさくん、あきひさくんのくじの番号は2番ですよね。姫路さん。いらっしゃい、瑞希。わかりました。そういうちょっとエッチなのも OK なんですね。それならもう私だって容赦しません。普通は女の子はいやらしい罰ゲームを嫌がるものなのじゃが。いきますよ、せーの、王様ダイレクが逃がすか。くそ、王様、ご命令を。話しやがれ。じゃあ、ユージは今から私に何をされても抵抗しちゃダメ。待て、お前、俺に何をする気なんだ。そんなの恥ずかしくて言えない。こいつ変態だ。じゃが霧島よ、さっきの命令は残念ながら無効じゃ。きちんと番号で宣言をせんとルール違反になってしまう。そうだ、秀吉の言う通りだ。じゃあ4番。一体何があったのじゃろうか。まるで拷問の跡みたいよね。それじゃラスト、せーの、王様ダイレクト。よし、ゴーだ。じゃ1から7番の全員は隠し持ってる僕らの女装写真を焼き捨てる。そうだ、それは明暗じゃな。そんなのひどいです、あんまりです。そうよアキ、しかもそれだと木下の写真まで燃やすことになるのよ。大丈夫、僕が持ってない秀吉の写真なんて存在しないから。待て、お主今なんと。さあ、おとなしく写真を渡すんだ。なんかすごい光景だね。人に見られたら誤解されそう。